オダイアログ4月の14日水曜日時刻は夜9時を回りました。Dialogue for People が配信しています。Radio Dialogue。今日の MC を務めます Dialogue for People フォトジャーナリストの安田なつきです、えー。そして ダイアログフォーピープル代表理事、フォトジャーナリストの佐藤慶です。先週に続きどうぞよろしくお願いします。よろしいしあの、さんはね、先週、はい 初放送、ね、ということでしたけれども、どうでした。山本さんがこう伝えたいことが多すぎて、ついつい早口になってしまったなというところはあるんですけれども。なん,ね、なんかこう、やっぱりチャットでこう、皆さんと交流している感覚っていうのは、うん、なかなか。あの、僕もラジオ出ることはあるんですけど、収録が多くてですね。この生の感覚っていうのは、非常に楽しいなと思ってます。そうなんですよね。このライブ感ですよね。はい、あとは、あの、先週、やっぱりちょっと音声が一部聞きにくかったという声をいただきましたので。今日はぐっと。 音質を改善できているかなというふうに思っているんですけれども。そうですね、技術的なことはなかなか試行錯誤しながらですけれども、<laughs> 徐々に皆様と一緒にアップデートを繰り返していけただいなと思いますので。お願、はいします。よろしくお願いします。で後ほどまたご紹介をしますけれども、今夜のゲストは杉蔵さんということで、はい、あの。今朝にとって、杉蔵さん、どんな存在。はい いや、もう本当に高校生の頃は僕はギターキッズだったので、<laughs> どれだけこう、すりさんのギターを真似して弾いたかというようなところなんですけれども、実は本当に2015年16年頃からですかね、今の仕事でもあの難民の問題であったり、えー、様々な問題でご一緒させていただくことがありまして、本当に兄貴のように頼らせていただいている存在です。今日は後ほどすりさんにもこちらにお越しいただいてお話できたらなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、そして 皆さんすでにたくさんメッセージをこんばんはというふうに寄せてくださっていますけれども YouTube のチャット欄であったりハッシュタグ D4PD、えー、は英語の DP も英語の d なんえ英語の P ですね間の4は数字の4ですね D4P でメッセージを送ってください、えー、皆さんすでにたくさんメッセージをくださって いいますが、あキに聞こきれいに聞こえてますよというい嬉しいですねありがとうございます。聞こえやすいですと、先週はすみませんでした。えー、ツイッターネーム、カズオさん、えー、手話講座初日を終えて帰宅、あお疲れ様です。手話の、ね、お話も聞いてみたいですね。今からこれを聞きますということで、ありがとうございます。えー、このあと21時40分頃までお付き合いいただければと思います。はい この後ゲストの杉澤さんにお越しいただく前にまずはえっ、ー、と最近が気になるニュースをですねピックアップしていきたいと思います、えー、今日は二つのニュースについてお送りしますはい一つ目なんですけれども先週に続きこのニュースに触れたいと思います 先月の3月の6日ですね、名古屋の入管施設で、スリランカ人女性のウィシュマさんが亡くなられたということで、で応答を繰り返して非常に衰弱をしながらも、なぜ、まあ、点滴などの措置が取られなかったのかということ、さまざまな指摘がなされていますけれども、えー、入管庁が中間報告書をこれに対して発表しています。そうです、ね、なんですすねなんが この事件から1ヶ月経った今も死因が実は明らかになっていないんですよねで、その内容について代理人を務める入管問題にも詳しいイブスキー小一弁護士にどんな風に受け止められたのかということをまず伺いましたここでお聞きください あのデタラメな内容だと思いました1ヶ月かけて死因が特定できないわけがないしあと責任逃れ的なことがたくさん書いてありますでもどう考えてもこれは名古屋入管の責任なんです人を収容しといて死なせてしまったもうそれだけで責任があります責任がないというならないということが証明できて初めて責任がなくなるんでそのことを忘れている 責任があるという証拠がなければ責任がないかのような書き方をしている、えー、細かいところでもごまかしがいっぱいありますもうとんでもない報告書だと思いますなぜ点滴をしなかったのかつまり治療をしなかったのかこのことが全く明らかになっていないというかそこをすり抜けるようなことを書いてあるんだと思いますそしてなぜ仮放免しなかったのかこれも全く明らかになっていないまず 第三者による調査が必要ですでそれに対して第三者が調査に加わっていますという言い方をしている入管が任命した人は第三者ではありませんそれは入管とほぼ一体しかも専門家で入管から本当に独立していてきちっと入管に対して批判できるような人を選んでるかどうかは分かりませんなぜならば名前を公表していないからです それで第三者ということだけを言っている言葉を言い換えているだけこんなので第三者なんて言えるんだったら何でも第三者になります。うん、はいということで今 YouTube でもさまざまコメントをいただいていますけれども、はい、あセッションで入管問題を聞きましたということでそうなんです、今日 TBS ラジオでも報告をしてきました。 えー、こういうコメントもいただいてますね、収容しておいて責任がないとは何事かということで、うんあの、国の管理下の施設で人の命が相次いで奪われている、実はウィシュマさんだけではないんですよねということを非常に重く受け止めなければならないと思うんですが、うんえー、今、入管法の実は政府案、改定案がこれから審議をされようとしているということで、法務省だったり入管側の見方としては、いや、こうやって、 入管の収容施設に長期に外国の人たちが収容されてしまう問題を解決するためには法を改定していかなければいけないそのためにこの法案が必要なんだということを主張しているんですけれどもこういったあくまでもこの入管の見方ですねこれに対しての見方というのも受け止め方というのも指宿さんに伺いましたはい、お聞きください。全くの嘘 全くのごまかしです。長期収容をやめようと思えば法改正は必要ありません入管が長期収容をやめればいいだけですそして在留特別許可をきちっと出せばいいそれだけの話ですそれをやらないで強制的により効率よく送り返すそれは帰れない事情にある人難民申請者も含めて送り返すことにできるようにするのが今回の改正というか解約なので。 長期収容問題の解決には全くならならい入管の考えは帰らないやつが悪いから強制的に返してしまえば死ぬひばもなくなるで帰った国で死のうが何しようが関係ないこういう考えなんで全く問題の解決には役立たないと思います、はい、さあ今日もですね議員会館で野党議員によるヒアリング入管庁へのヒアリングというのがあったんですけれども、はい、あくまでも今日 口頭での説明で、でうん、口頭での説明になると文書として残らない、つまり公文書として保存されないんですよね。な,なんかそういうところからも責任と真正面から向き合っていない姿勢というのが浮き彫りになってしまうんですけれども、えー、今後どのような調査結果が報告されるのか、果たしてそれは適切であるのかどうかということ、で今後も第三者の調査をちゃんとしましょうねという提案は必要かなというふうに思っています、うんはい。この第三者委員会がきちんと機能しないっていう問題は、うん本当 この問題だけではなくて、本当第三者の委員会を経たんだから、これが結果でいいだろうっていうのは、他の構造の中で。 でも見受けられることとではなないいのかなと思います,、ねそなすねはい、今回の,その調査というのはあくまでもこの事件を起こした入管側の内輪の調査なんですよね。でも入管側って調査をする側ではなくて本来される側のはずなので、せめて最低限でも第三者委員会を立ち上げて調査をしましょうねという提言は引き続き必要かと思います。こ、はい、こちらのの問題についても引き続き続、はい ダイアログレイディオ,レイディオダイアログです。私たちはまだ不慣れで申し訳ありません。レイ,イはい、レイディオダイアログです。そし,そして2つ目のニュースなんですけれども、こちらもまた皆さんかなり最近耳にする問題ではないのかなと思いますが、うん、東京電力福島第一原子力発電所の処理水、2年後に海洋放出へ政府決定ということですが、どうでしょうか、う吉田安田さんこちらは。その名前は間違えないでいただきたいな。はい、ありがとうございます。 そうなんですよね。これ非常にこう不誠実な対応が続いていて、えー、そもそも例えば振り返ってみると政府は2015年6年前ですね県の漁業組合の連合会に対してこういう説明をしてるんですよね。関係者の理解なしにはいかなる処分も行わないというふうにこういうふうに答えているんですけれども、うん、じゃあこの6年間何をしてきたんだろう十分な議論の場を築いていた。 来たのかというふうに考えてみるともうむしろこの自民党内与党内でさええっていう戸惑いの声が聞こえてくるほど、まあ、一つコミュニケーションができていないということがこの間浮き彫りになってきたと思うんですよね、うん、これ毎日新聞が4月の8日の記事で報じているんですけれどもこれ自民党議員の声を報じてますねで今回のこの決定は選挙が終わってからにしてほしかった といいうコメントが出てきていてき、うん、人の生活の問題ではなくて選挙の当選するかしないかの問題にそんな問題に賠償化してしまうのかっていうふうに私も愕然としましたし。 あの皆さんもおそらくニュースでご覧になっているのではないかと思うんですけれどもこうトリチウム君っていうゆるキャラが出てきたりですとか、うん、もう盛大に方向性を誤っているなということが続いていると思うんですよねで、この夏のオリンピックっていや汚染水はアンダーコントロールですからっていう言葉の下で承知されたはずなんですけれどもいやその処分方法さえ合意形成が全 と言っていいいいほどできててませんよっていう、はい、そういう現実を重く受け止めておくべきですよね、はい、YouTube のコメント欄でも、えー、とアプローチさん明らかに説明不足ですとでそのような思いを抱いている方多いのではないのかなと思いますそして同時にですねあのこの問題を考えるときに社会全体で向き合っていかなければいけないのが最終処分の問題でもあると思うんですよね結局のところこう一時保管という名目で、えー、高濃度放射性廃棄物というものが貯められているで世界の中でも唯一 唯一、そして最初に作られた最終処分場というのが、えー、フィンランドのオルティルオトという小さな島にあるんですけれども、うん、そちらが最終処分が終了するのが2120年ということなんですね。100年後うことですよ、ね。はい。しかもこれあの終了するとは言ってもそこから10年間安全に管理をすることに前提としてそれを最終処分と呼んでいるわけです。まああの10万人1万年というとあの本当にあの途方もない時間だなと思うんですけれども。10万年。ひ <laughs> そうですね、あの人類史で言うと、おそらくホモ・サピエンスがアフリカ大陸から中東を目指し始めた頃ではないのかなと思うんですけれども、<laughs> <に>そう考えると、本当にあの今の僕たちがその10万年後のことまできちんと考えて、社会を運営できているのかどうかということも突きつけられる問題だと思います。えー、こちらの問題に関しては、また、レイディオ・ダイアログでもきっちり扱っていきたいと思います、はい、この福島のことは、来週、しっかりと取り組んでいきたいなというふうに思っています。 さあ、はい、皆さんお待たせしました。たししたここからは、えー、聞き手をバトンを佐藤に、はい、え今、ー、朝にお渡しして進めていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、えー、皆様お待ちかね本日のゲストルナシー X ジャパンのギタリストバイオリニストそして知る人ぞ知るババガヌージュというバンドのメンバーでもある杉増さんです。杉増さんこんばんは。 こんばんは。あ、よろしくお願いします。お願いします。聞こえてます。あ、聞こえてます。きっちり聞こえてます。皆さんのもとにも杉蔵さんの声が届いていると思います。よろしくお願いします。お無沙汰しちゃってます。はい、あの、冒頭でですね、少しあの、ババガヌージュという名前を僕出させていただいたんですけれども、こちらがどういうものか、ちょっとだけリスナーさんに説明させていただきます。えっ、ー、と、はい、こちら、杉蔵さんがなんとバイオリンを務めて。 えー、い,いましてそしてジムネットというイラクで医療支援をしている団体の、えー、斉藤良平さんがキーボード、そして僕がギターを務めさせていただいているというバンドなんですけれども、このババガヌージュ、杉蔵さんも大好きな中東の料理から取った名前なんですけれども、それが実はかわいいおっちゃんたちという意味もあるということで、ちょっと恐縮ながらこの名前で活動させていただいています。なかなか最近はババガヌージュでも会えておらずというところですね。うんーまあ 海外に行けないですからねそうなんですよこのバンドは実はあの非常に珍しいこう難民キャンプ限定バンドというものでして2016年にヨルダン18年にパレスチナそして19年にイラク北部クルド自治区とヨルダンでライブをしてきたバンドですまた本当に少し落ち着いたレバノンとかも行きたいねっていう話はしてたんですけれどもなかなかちょっと状況がというところですが、えー、実は先月28日と29日、えー、埼玉スーパーアリーナにてルナシーのライブなんと13ヶ月ぶ 久しぶりに行われたということですが、えー、この久しぶりのライブ、どんな感触でしたでしょうかうん、あのー、やっぱりこの時期のライブですから、はい、制限が本当に多いんですよね。うん。お客さんが声出しちゃいけない。あ、なるほど、えー。もちろん踊ったりすることもできない。はい。で、皆さんの、オーディエンスの皆さんの、えー、なんていうのかな。 うん声っていうのが全く聞こえないライブ。はい、拍手だけが OK なんですけど、んみんな心の声で叫んでるんですよ。なるほど。すごく最初は異様な光景ですね。本当は大盛り上がりのはずのシーンと静まり返って、はい、僕らの放つ音だけが響いて、ファンのみんなは拍手だけをする。はいすごく違和感を。 覚えたんですけども、30分ぐらいから慣れてくるとだんだんみんなの熱がはっきり分かる。うんそれは声が出てなくても何かがこう伝わってくるというような感じなんでしょうかみんなの、まあ、念というかねうんあの。離れていてもやっぱりすごく身近にいる感じってあるじゃないですか。はい、声が聞こえてなくても心の声が聞こえるっていうなん。なので、何ていうのかな。あらゆる 方法論が制限されてしまっただけども、はい、だからゆえに絆がもっと強まったようなうんそういう感じですねそういう感覚を、うんはい、受けるライブでしたね。 はい、この日を心待ちにしていたファンの方々も本当に多かったのではないのかなと思います。そしてこのコロナ禍、いまだにあの世界中でですね多くの人が影響を受けていますけれども、本当にさまざまな業種で大変な困難に困難を抱える人々が今でもたくさんいらっしゃると思います。特にに日本でもでももすね音楽やアーートトエンンターテイメント業界なども非常に辛い えー、状況を迎えていたかなと思うんですけれども杉戸さんはこの1年このコロナ禍の中はどのように過ごされていましたでしょうかうん、まあ、とにかく音楽を作ってましたね、まあ、そういう人は少なくないと思うんですよはい、うん、それでまあ当然皆さんの前に登場することはなかなかできない、うん、自分の内なるクリエイティビティと内なるクリエイティビティと向き合うことが、うん、でも同時に ちょっと静かにしてくれる同時に社会のまあ人々の残念ながらネガティブが露呈さしまざしま、ね、な差別であったり差別であったり例えばありえないことに感染した方が責められたり標準者がね攻撃やああのー、まあ、ね差別受けたりはい非常に信じられないもちろんブラックライブスマッターもそうでしたがう 世の中の人々のネガイティブ弱さ、うん、怯えが露呈した。同時に、まあ、各国の政府、政治の在り方が、ね、露呈しましたね。はい、ある意味、日本は残念なことが多かったですね。本当にフリッリーダーシップやあの科学的根拠に基づ,い基づいた政策なのか、うんうん、分からず、 当てずっぽうなな政策なのか、うんまあ、いろんなネガティブが露呈して社会とより向き合うことになった皆、うん、さんそうだったと思うんですよ。 はい、いや振り返ってみると、本当にあの1年前ですとこう、マスクがこう市場になかったりですね、うん、それを本当に奪い合うようなこう買い占めが起きたりであったり、また本当に感染者に対するこう差別の言葉であったり、もしくはもう本当にこう他の国のことを考える余裕がなくなってしまった部分というのもたくさんあったのかなと思いますけれども、いわゆる炎上業界にもなかなかこう支援が集まらないという問題も多く出た1年だったのではないのかなと思います。で本当ににここのコロナ禍水道さんもおっしゃられたよう,にこう大変なことが ありつつもまたその中でこう希望を見出すというかです、ね、だからこそ今やらなければいけないことに気づいたりであったりとか、うん、こうした中でこそこう手を携えて前に進まれる方というのも見受けられたと思うんですけれども、うん、え杉蔵さんはこの音楽活動だけではなく被災地でのボランティア活動また選挙に投票に行こうというような呼びかけであったりあとは気候変動の問題などでさまざまなこうした社会の抱える問題に自らアクションされてますよね。うん、あのここれれ本当にに多くのところですです聞かれた質問だった と思いますし僕も何度も伺っていることではあるんですけれども、こうした社会的な問題にこう積極的に関わり続けるそのエネルギー、パッションというのはどこから来るのでしょうかうーん。分かんない。これがもう普通なんでわかんないですよね。<laughs> もうずっと走り続けているという,んう。やっぱり自分が信じる理想の社会じ、理想の世の中を。 次の世代に残したいかな。もともとやっぱり子供たちに対する、はい、うん子供たちを思う強い気持ちからこういう活動を始めるようになったんです。もう20年以ですけど。うん、なので、あくまでもうん自分したいじゃないですね。うん、自分が気持ちいい思いをしたい、自分が楽をしたい、自分が得をしたい。うん そういういいところではない気がしますね、うん、あの自分が機能したい世の中に対して、はい、でそれが、うん、次なる世代を、うん、サポートしたい、うん、だからそういう意味ではもしかしたらこれはこれで自己顕示欲なのかもしれないですけども、うん、世の中を良き方向に、うん やっぱり進めるべくその歯車の一つになりたいという気持ちがずっとありますので、はい、なぜかと言われればわからない、それが、ね、成長することがもしくは進化することが多分生き物としての生まれてきた理由なんじゃないか、ね、うんだからだと思いますよ、ね。よ ありがとうございます日本の中では、こうなかなかアーティストがですね政治のことにこう何か声を上げたりすると、なぜアーティストがそんなことを言うんだとか、なかなかそうした風潮も強いかなと思うんですけれども、まあ、特にこの1年間こうコロナでさまざまなことがこの日本には足りてないんじゃないかということがこう皆さんもこう分かってきた中で、まだそうした風潮は残ってるかなと思いますが、その辺りはどうお考えですかもともとは音楽や、ね、音楽だけじゃないですね、映画や。 文学や絵画やあらゆる芸術や表現が社会のうねりや世の中のあり方とうん絡み合って存在んですよね。もともと僕はそういうもんだと思ってずっといたし今でもそう思ってるんですけどはいやはり上がね権力があるところが都合が悪いことを、うん、発信してほしくないことを表現している。うん アーティストはどんどん、うん、追いやられますよね。うん、で、安全な表現をしてる人、安全な、うん、活動をしてる人はいわゆるヒットチャートとか、はい、収益とか、うん、コマーシャリズム、その成功の、うん、世界に入ることができる。うん、この風潮が今でも特に日本は強く。うん 僕はそこにに非常に疑問を持ってい。るのではいそれは、海外のアーティストとの交流も、辻蔵さん、盛んにあるかと思いますけれども、うん、そこの違いみたいなものは感じられますか感じますね。うん、そ,れそれぞれ国によって違いますよね。例えば、アーティストじゃないんですけど、じゃあ僕の知り合いのミャンマーの、はいえー、デザイナーがいます、まあ、アーティストですね。うん、やっぱり彼にとってみたら、国の政治や、 ねえ国のその政権の動き、うん、あり方っていうのはものすごく重要な人生の問題ですよね。現状を皆さん重々承知だと思うのであえてこの話をしますけど、はい、例えば以前僕がライブをやったス,レスロベニアという国はね、対バンをしたバンドがもともとはあの自由を訴えかけるために戦ってきた兵士なんですよね。うん、国によって うん自分たちで自由を勝ち取る自分たちで民主主義を勝ち取る必要があった国そういうもの、うん、もしくはもう何十年も前もしくは何百年も前にその国の制度が決まってしまっていて、うん、その中で生きてる人々もうそれだけで全然国や社会に対する、はい、違うんですよ、うん、日本はやっぱり戦後、ね、GHQ によって骨抜きにされてしまったっていう、うん その歴史が僕は強く影響しているとやっぱり思っていて自らの意思で社会に対してもしくはの政治に対して意思をね伝えるっていうそのまあね民主主義という意味でのすごく基本的な部分をあの骨抜きにされたままなんだなっていう実感があって。 なので、そういう人が音楽もやるし、そういう人がね、うん、映画も作るし、漫画も描くし、うん、なので、すべての表現、すべてのエンターテインメントが、す、ま、べ、あ、てと言わないけどね、あらゆる表現や間が、はい、だんだんその社会性や政治性を失われてしまうん。はい うん、ありがとうございます。本来であればこう明確に分けることができないものがどこかこう細分化が進んだというか政治に口出すなというような風潮がどこかこう広がっていってしまったのかなとは思います。うん、ただこうした世の中の中でもやっぱりこう世の中を本当にこう社会の根底から変えていくのって一人一人の行動であったり草の根のこう活動だなとは思うんですけれども、うんうん、え今年はですねあの東日本大震災から10年とえよく呼ばれます。えー、もちろん10年というのはあのそれで何かが終わったわけでも区切りであるわけで もないですけれども、やはりこれまでの10年何をしてきたのかなとか、僕たちがどこまで進んできたのかなということを振り返るためには大切な年、えー、でもあるかなと思います。釣、え、り、ー、さん自身もですね、えー、宮城県石巻市を中心に東北の被災地と長く関わっていらっしゃいますが、えー、この10年、どのように人々やその場所と関わり続けてきましたでしょうか。うーん、そうですね、どのように、もうすでに自分にとってかけがえのない つながりになってますね、うん、被災地の方々との関係。うん、でそれ以降、例えば、篠巻で言うと、もちろん、ボランティアで知り合って、現地の方々とのつながりがありながらも、まあ、現地で、後にライブハウスが生まれ、はいで、そのライブハウスにえツアーの旅に行くようになったりとか、うん、うん例えば、福島であれば、もともとは、 うん、あの南相馬をはじめとするつながりから今でいうと福島での、うん、福島で生まれた,、えー、た CO2 を使いはい水素を利、はい、使用させてもらってライブをやったり何ん、うん、て言うのかな被災地との関係この10年が今の自分の活動やもっと言うと生き方 をはいうん固い続けたとても大きな要素だと認識しているはい。 決してこう何か一方的にこう支えるとかそういうことではなくこうお互いにこういただきながらというかいろいろなものをこう共有しているのかなっていうのは釣蔵さんの活動からも感じます、うん、特にあのこれいいなと思ったのが釣蔵さん、の実は食レポされてますよね、うんうん、<laughs> それであの東北のおいしいものなんかをこう紹介していただくとですねいやこういう支援の仕方っていうのは本当にあの地元の人たちも喜ぶし僕もお腹がすくしいいものだなと思いながら見ています。うんうん <laughs> そうですね、あのそうです、ね、食レポ、そうですね、被災地のおいしいものをどんどん紹介する、ね、アプローチ、いいですね。はい、僕の心が痛いのが、本当は去年熊本に、熊本に行きたかったんですよね。はい、で去年はやっぱりねあの、動けなかったんですよ。はいうん、ボランティアを他の、ね、県から他のの県かからら地域 受け入れをうーんすることが難しかったんですね。結局去年の,あの豪雨による水害でそこのまあ復興思いに進んでいないんですよね。はい、その意味で言うと、まあ、東日本大震災以降、まあ、ボランティアあの災害ボランティアっていうまた新しい自分の一つの大切な ね、あのー、指針を見つけて以降こっちの被災地がとっても気になっちゃうようになってしまって、うんうん、断るごとにねボランティアに従事しに行こうとなってしまったんですけど、はい、今その方法をね取ることができなかったことでとっても憤りを感じフラストレーションを感じて致し、うんまあ、方がないんですけどその無力さにねいまれて。 ですただこうしたすり臓さんの活動により、またそこにご縁をいただいたという方が、今、YouTube のチャットの方でもいただいてますが、さえ500さんですかね、10年前、すりさんの呼びかけがきっかけで石巻にボランティアに行き、気づいたら移住していました。昨年、佐藤さんも訪れていただいた、あっ、月のお月鈴す伝承産業会館、あ行きましたね、こちら、安田さんと一緒に、そちらで働いていますということです。ずっっと思いを寄せ続けててくださっている こことがとととがても嬉しいいでですということでおそらくこう一人一人にできることって本当に小さかったりちょっとこうどうしても時間の関係で行くことができなかったりしても本当にそれが隣の人に広がったりそれがまた隣の人につながったりということですごく大きなつながりもなかなかこう可視化しづらいけれども生まれてるんじゃないのかなということを感じた10年でもあったかなと思います。 またぜひ、はい、コロナが落ち着きましたら、東北の方へ行きましょう。美味しい魚介をご馳走くださる漁師さんを紹介します。結局、ずっとね、あのはい、後ろ倒しになっちゃってるんだよ、ね、計算で、検査をお願いしたいんですけど、3>, 3月に行こうと思ったんですけどね、はい、結局、東京近郊の,あの緊急事態宣言が延長されてしまう。7、ね、月に行けるぞと思ったら、今度は宮城が緊急事態宣言になってしまう。う で今この状況ですからなかなかまだね、目処が立たないですけど、はい、はこのタイミングで被災地各地を巡って皆さんと会いに行きたいんですよね。 はい、いやもう本当にまずはこのコロナ禍というものが一つ大きな壁になっていると感じますがまたこれもですね本当にコロナ禍により大きな影響があったのがこう海外に行くということです、えー。2011年の3月というのは日本でいうと東日本大震災として多くの方に記憶されていますが、えー、実は中東のシリアですね今でもこう紛争、戦争の収まらないシリアの本当に一番初めに武力衝突が激化したのが3月と言われています。そそして今年そのシリアで内戦,戦争 が始まってから10年という年でもあるんですけれども、こいまだに多くの難民を、えー、生み出し続けているこのシリアの戦争、そしてそこから逃れる難民の方々に対しては、どのような思いを抱いていらっしゃいますでしょうかどのよういな思いね、まあ、一口で表すのは本当に難しいんですけど、どんな些細なことでも力になりたいという気持ちですよね。うん、内戦が10年。はい どんな気持ちなんでしょう、うん、僕ら日本がそうなった時皆さんね想像できますか、うんうん、その、うん、苦しさ地獄のような日々を生きてきた人たちたくさん会いましたよね元気な、ね、健常者の方もいればひ弾してしまって、うんね、体があの思うように動けない難民の方もいて、うん、もしくは家族を失ってしまった方もいて。 これはね一口で言えないんですけど、うん、まだ僕ら普通に生活できる日本のね、この地で生きてる僕らがどんなことでもいいから、うんうん、サポートしたいってそういうただただ気持ちになりますよ。で、はい、その思いが、うん、強くなってしまって現地に行くようになった。で警察と一緒に行かせてもらうようになってから。うんうん 現地を知ると、より一層深まりますね。はい、顔が思い浮かぶようになりますよね。ねうん、シリアの方々の、うん、思いな、なんて言えばいいかな、一言じゃないんですよね、もう僕らにはね。うん、仲間なので、うん、仲間が故郷を追われて苦しんでいる、それを見て、何も行動を起こさないってことは、僕には不可能ですよね。うん はい、そうしたこう思いが、えー、現地に行くという行動に水いさんを駆り立てたわけですけれども実際にこうババガヌージを通しても、えー、イラクやパレスチナヨルダンなどさまざまな難民キャンプに一緒に僕も行かせていただきました、えー、そこで出会った子どもたちの中には実は例えばシリア難民の方であればもうすでにあのシリアで戦争が始まって祖国を一度も見たことがないという子どもたちもいるわけですよね。うんうん そうだねもう世代がどんどん新しくなっていってとにかく愕然としたのが一緒に行ったクレスナでは、はい、もう難民キャンプで第4世代が住まれていて、うん、70年以上、ね、難民として生活している家族家系もしシリアが同じような状況にな,るなった時には、はい、あ,のあまりにも むごい話で、うん、壊れてしまう一刻も早く、うん、シリアの人々が安心して生活をできる環境を取り戻すってことを、まあ、今はひたすら祈るしかないんですけど、はい、それでもなお、ね、思うのがその子供たちあの過酷な状況で生活をすることをまあねえ予備できない子供たちが、うん、それでも 目がキラキラしてる子が多くて、うん、笑顔がはじける子どもたちが多くて、うん、もちろん大人たちはね、その絶望と、うん、隣り合わせて生きてるんですけど、うん、その状況でも子どもたちは無邪気に学んで、遊んで、楽しんでるんですよね。うん、その、うん、あまりにも純粋なエネルギーに、とにかく感動するんですね。 はい、あの状況でも難民の子どもたちのパワーにエネルギーに笑顔にすごく救われるんです不思議なこと不謹慎かもしれないけどそれがそのエネルギーを感じに行きたいってことがもしかしたら何度も難民の皆さんにいにうんうん目的なのかもしれないと思ってますよね。はい あの難民の方々と本当にこう一言でこうくくることができない。それぞれ名前があって顔がある人々なわけですよね。で、あの国を追われたというのも、個人が何かこう悪いことをしたからとか、そういうことではなくて、大きな社会的な構造の中でこう隅か奪われ、職を奪われ、愛する人を亡くした人々だと思います。で、そうした人々がこう身を寄せる場所として、例えば難民キャンプという場所があるんですけれども。もちろん、こう人にはこう衣食住というものが絶対に欠かせないものだと思うんです。けれども。それだけあれば人間と。して こう豊かに生きていけるかというとそうではないんですよね。うんうん、でその時にやっぱりあのスリゾウさんの音楽を聴いた、えー、子どもたちとあとは特に僕は印象的だったのは女性たちですね。うん、がですねはいライブをした時に非常にこう感情をこう外に出して楽しまれていた様子を思い出します。うん、そうだね。いつも言うことなんですけどはい一食中ね、まあ、要は生存することが 言った,た後には、うん、心の潤いが人には絶対に必要ですよね。うん、それが音楽であったり、ね、映画やお芝居や読書であったり、はい、あらゆるその人としてうん必要なななんていうのか余かというか、うん、人として必要なツールって。 本当にたくさんあってこのねちょっと話を戻すけどコロナ禍で音楽をはじめとして、ねはい、あらゆるエンターテインメントが、まああのー、今は必要ないものとされる、うん、されるような、まあ、流れがあってすすごく疑問を覚えたんですよね、うん、今こそ音楽をはじめエンターテインメントや芸術っていうのは 人に必要で、人を救うことができて、これは難民キャンプにおいてもそうだったんだなっていうのを最初に言った5年前、振り返ると強く思います。当時は難民キャンプで音楽なんて、難民のみんなに向かって演奏なんて,なんて不謹慎なと思ったんで、ね、それは大きな間違いですごく喜んでくれて、ものすごく求めてくれましたよね。こ、はい、これこそ音楽の うん、最も大切な存在理由なんだってことをあのそれこそデビューして25年ぐらい経って、はい、改めて強く実感して、うん、それからですね難民キャンプ極力たくさん行って音楽やろう、うんね、そういうこと話しましたねケイさんね。はい、なので、うん、音楽というのはいかなる時にもいかなる状況でも人々を今必要なものだと今は うん、声を大にして言えますね。 ありがとうございますこの杉蔵さんとやっているババガヌージュというバンドこう難民キャンプ専門のバンドと言いましたけれどもなのでこう目的としてはこう演奏する場所がなくなることが目的なんですよね。うん、誰もがこう難民キャンプに行かなくてもいいような世の中になればという思いも込めてこうした活動をしているんですけれども、はい、現在、現在ですね、えー、日本ではそしてこの国会では、えー、難民認定申請中でも強制,強制送還を可能にするこの入管難民法が、うん。 改正案、かっこつきの改正ですね、これは改悪だと思うので、あの改悪案と呼ぶべきだとは思うんですけれども、これが審議されています。えこうした強制と逆,境逆行するような社会に対して、え杉り蔵さんもですね入管法改悪に反対する有志の会にコメントを寄せてくださっています。はい、でそのののの中でででですねどど国国人ああれれにいようととも基本的人権は守らるるべきであると、うん そしてですね自分の国に帰るということで、えー、そこで命の危険にされ,されたり、迫害を受ける可能性が高い人は当然ながら守られるべきだと。と、うん、それは法や信仰を超えた最も基本的な人としての尊厳ではないでしょうかということを述べられています。はい、この思いに対して逆行するようなこの日本社会の現状に対してはどう思われますでしょうかうーんやっぱり対岸の火事なんでしょうね。うん他の国で何が起こっても自分たちには 直接関係ない、うん、そういう意識の人が残念ながら少なくないうんあとこの、ねまあ、入管法に関してつくづく思うよね、はい、やっぱり、ね、現状ミャンマーもちろんそうですし中東のあらゆる国でこの問題が起きてますけど ここ、うん、に帰ったら命が危ない人って少なくないじゃないですか。うん、やっぱりどこの世界中どこにいても保護されるべきだと、うんうん、本当に心から思います。ではい、うん難民や、ね、移民を無限に受け入れろとはもちろん言わないですけども、うん、誠実に生きようとしている人たち、うん、国を追われて行き場がない人たちを をするっていうのはやっぱり人としてはすごく大切な、うん、うん僕は大切な倫理だと思いますよねはい、うん、自分だけだから要は利己的な生き方なのか、うん、利他的な感覚できるのか、うん、日本はもともとすごく相手を敬う、うん、相手に対しての敬意の念をすごく大切にする 国だったと僕はとても思うので、うん、そうした美徳を大切にしようとしてきた倫、うん、理観はあったはずですよねは本当に思いやりの心を、うんうん、忘れちゃいけないんじゃないかなと思いますけど、うん今はね、まあねコロナもあるしまあ日本は特に近年は災害も多いですしはい他の国の人のことなんか 今は考えてられないっていうその余裕がないってこともあることかもしれませんけど、うん、でもねやっぱり人としての尊厳はどの国の人であれ守るべきだと僕、うん、常々持ってますねありがとうございます本当にどこに生まれたかということだけで線引きされてそこでこう命のこう危険かどうか平和に暮らせるかどうかが決まってしまう世の中で非常にこう理的できる不尽なものだなと思いますということであの なんとですね気がついたらもうすでにあの終了の時間になってしまったあっという間に時間が経ってしまいました <laughs> そうなんですあのできれば全てのトピックにあと30分ずつぐらい全然お話を伺いたいなというところで実はですねこう本当にリスナーさんも開始前から全然それ短いんじゃないの全然釣り蔵さんそんなんじゃ足りないよみたいな言葉をいただいてまして <laughs> どん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 延長してくださいということだったのですがまたぜひですね他のトピックでもお話を伺えたらなと 思っています、えー。そして最後になりましたが、スリゾウさん、えっ、ー、と4月の20日、来週火曜日夜7時半から配信ライブがあるんですね。はい。はい。はい、スリゾウライブストリーミング from 東京エピソード2ボイスオブレムリアということですが、えー、ストリームライブ配信ライブどのようなライブになりそうでしょうか。あのー、去年第一回目やったんですよね。はい。えー、まあ世の中的にも配信ライブストリーミングっていうのがすごく まあ、一つの大切な手法になってきて。うん、で、僕は僕でこの配信ライブであるっていうこのスタンスを逆手に取ってフル活用したいんですよね。はい。ういう音や映像や表現方法に対して。うん、その1回目がまあなかなかいい方向に進んだので、それをさらに追い込んでブラッシュアップして、やっぱり配信ライブでしか体験できない、ライブだからこそ、はい うん、魅力が、うんうん、表現できるそういう、うん、あのアプローチを推し進めたいなと思っていますのであ,、はい、あとはやっぱりこの今の時代、うんうん、コロナの時代そして震災から10年経ち、うんうん、他の国ではああいう出来事が、まあ、自由尊厳をはい うーん奪われるような出来事が多発している今だからこそやっぱり表現するべき音楽表現するべき意識をちゃんと形にしたいなと思って。 はい、ありがとうございます本当にこうオンラインならではのこともたくさん生まれた時代でもあったのかなと思いますこの本当にラジオにしてもですねこうやってコメントいただくことで非常に近く感じることもありまして、はいえー、チューバテノールさん無関心でいることの恐ろしさ、えー、そしてノンタマさん祈るしかないのは辛いですねお あの純粋さに救われますというようなコメントをいただいておりまして、一つの発信が他の人の何かの考えるきっかけになったり、それが誰かの行動につながるということが本当にあちこちで起きているのではないのかなという、うん、えー、そうした希望も持っています。鈴、え、井、ー、さんとのお話はですね、実は他にもこう趣味の話で、例えばこうガンダムとかフランクザッパとかジーキンドとかそのあたりの、ね、あの共通の話題もいろいろと深めて話したいなとも思っていたんですけれども、うん、ぜひまたやりましょう。うん ででですすすかかさんん好好ききだった大よ話今度盛り上がりましょうよ、ね、ああぜひぜひあの <laughs> 高校生の時はあは東京タワーの上にこうフランク・ザッパの CD 全部売ってるストアがあるじゃないですか、なぜか。あそこに行って買ってましたが今はもう、うんはい、全部買うことができるのでちょっと全部で何枚アルバムがあるのか僕も把握してないですけれど <laughs> <laughs>、はい、ぜひぜひ今度は熱いザッパナイトをやりたいと思います。 はいということで、配信ライブ、スリゾーさんが来週4月20日、えー、火曜日の夜7時半から行われる配信ライブに関しましては、スリゾーさんの公式サイトをチェックしてください。えー、スリゾーさん、本当にまだまだ聞きたいことたくさんあるんですが、えー、今日は時間が来たということで、また今度よろしくお願いします。ありがとうございました <laughs> はい、杉蔵さん、ありがとうございました。え、早い、もう終わりっていうふうに、あの、コメントにもたくさん別れを惜しむ言葉をいただきましたけれども、次は、なんでしょう、ザッパナイトでしたっけそうですね。それで、はい、またお願いできたら嬉しいな、お呼びできたら嬉しいなというふうに思っております。あの、今日もたくさんコメントいただきましたが、途中でもね、触れましたけれども、さえ500さん、なんと杉蔵さんの呼びかけで、 それがきっかけでボランティアに行ってで石巻に気づいたら移住してましたってちょっとびっくりしましたねまたりね鈴木産業館またお邪魔させてもらいたいと思いますがあのこうやって行動の連鎖がどんどん広がっていけばいいなというふうに思っていますえツイッターでも三崎ラインさんあもう J ウェブのジャムザワールドの時から聞いていただいてますねありがとうございます 今、自らの体をシリアやヨルダンに実際に持っていけないけれどせめてと思い、一昨年、昨年と少額ですが寄付をしましたということでそうなんですやっぱり東日本大震災もシリアも同じことが言えると思うんですけれどもやはり時が経てば経っていくほど報道される機会っていうのが減っていきますよね。 その分深くなっていくはずでまだまだ支援のニーズっていうのがあるはずなのでなのになかなかそこに知られないっていうことで寄付が集まらないあのそういった継続的な寄付っていうのが何よりも現場に立つ人たちの力となっていくんではないかというふうに思いますあのこうやって役割を持ち寄っていけたらないなというふうに思っています。 はい、たくさんコメントをいただきました。ね、なかなか僕はこう安田さんのように器用,器用にですね、喋りながら全部を拾うということができなかった。いやあ、あ難しいですよね。脳みそが三つぐらい必要なんですよ。<laughs> タイムキープする自分、相手の話を聞く自分、コメントを拾っていく自分っていう風うに、なんか初号機から三号機までね、欲しいぐらいなんですけれども、ど本当は。特に何かこう話に没頭しちゃうと、ずっと聞きたいなと思ってしまって。そうなんですよね。ついついあ、もうこんな時間だとなってしまう、ね。はい。まだまだ。そうですね。はい、試行錯誤しながら。 ということでとい、はい、今日の放送をもう一度聞きたい方は Dialogue for People の YouTube チャンネルにアーカイブをしておきます。えー、今後の放送のお知らせもいたしますので、ぜひこの Dialogue for People のチャンネル登録をお願いいたします。えー、そして、この放送はサポーターの方々のご寄付で支えられています。えー、よろしければ Dialogue for People のワンタイムサポーターや、えー、マンスリーサポーターへのご登録もお願いいたします。 最後にですけれども、一つ私からお知らせがあります。明日の4月の15日から26日まで、オリンパスギャラリー東京、これ、新宿駅近くのギャラリーですね、で、写真展、テラス、生きた証を残すことが始まります。 で今日東日本大震災のお話も触れてくださいましたけれどもえ東日本大震災の被災地をはじめ日本国内で出会った方々の姿そしてその方の亡くなられた身近な方が残したもの おテーマに生きた証を残すということは何か痛むとは何かということを考えられる空間にというふうに思っています、えー、ぜひご来場いただいて命と向き合うひとときを過ごしていただければと思いますのでお近くにお立ち寄りの方はぜひいらしてください、えー、そして来週4月の21日水曜日の放送21時から同じ時間ですけれども、えー、冒頭で少し触れましたが 東京電力福島第一原発の事故を振り返ると題して、はい、いろんなことをこの10年間を振り返って いいきたとそうですね現地の人々にもたくさん言葉をいただいているものを本当にまだまだ届ききれていないと感じる部分もありますのでそうした言葉であったり歴史であったり皆様と一緒に考えていけたらなと思っています。はいということであの今日もたくさんの方々に聞いていただきそして温かなコメントもありがとうございました。ぜひ皆さんのコメントがこれからのこの番組を育ててくださる原動力になっていきますので、はい、ぜひ今後も声をお寄せください。 はいレイディオダイアログ来週のこの時間にまた皆さんお会いしましょうさようならおやすみなさいご視聴ありがとうございましたチャンネル登録やご評価をいただけますと幸いですまたこのチャンネルは皆様のご寄付に支えられておりますご支援ご協力よろしくお願いいたします